団の座長で、浅草で、いわゆる喜劇の劇団、まあ、今で言うと藤山直美さんみたいなもので、だからものすごく面白い大人気の劇団だったんですけども、あの若くて お母さんも病気で亡くなる、でもそのお母さんの血を引いてるんですね、テレビでサザエさんやってて、あ面白かった、それがあの映画にもなってるんですね、で最近 YouTube で、うん、あのサザエさんって言ったエレチームのサザエさんってあります、部分的に見れます、はい、ものすごいね、あのすごい実写版のサザエさんのミュージカルっぽい感じの仕立てですよね、ですね、はい、途中で松島智子さんが出てきて、わかめちゃんの役で、ね、出てきました、びっくりしました、何の役やった、わかめちゃん、わかめちゃんも松島智子それまた踊りがまたうまいそうですもんね、またお人形さんみたいね、そういうのが YouTube で見れる幸せでございます、はい、で次に歌うあのスワニーというのは、元はアール・ジョンソンという人が歌って、はい、かの有名なジョージ・ガーシュウィンという作曲家の方が世に出るきっかけになった、はい、とてもエネルギッシュな歌でございまして、はい、皆さんが今日お帰りになる時に、ね、ちょっとパワーをもらって、はい、ね、お届けできるように頑張ります、ね、頑張りましょう、はい、じゃスワニーでございます、はい、祈り